今朝は、ヨハネの旧社を一緒に見ていきたいと思います。どうか聖書の方は、ヨハネの旧社に開いてください。示されるようにどうか示してください。私たちはそれをまたあなたから聞き、それを期待し望みますので、どうかあなたがしたいようにこの場所にあなたの聖霊を与え続けてください。あなたの言葉、私たちにそれを与え、私たちを変えてくださったことを感謝し、これのことはすべて主イエスキリストの名を通してお願いいたします。アーメン。アーメン。早速なので、九章の一節から三十八節を見ていきますけれども、全部ちょっとバーって読んで、また後からちょっと少しずつ見ていきたいと思います。では、ヨハネの九章の一節から三十八節を読みいたします。また、イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したものでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わした方の技を、霧の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、略して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は言って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が乞食をしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は、私は知りませんと言った。彼らは前に盲目であったその人をファリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度ファリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったのかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました。私は今見えるのです。すると、ファリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない。安息日を守らないからだ、と言った。しかし、他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして、彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは、目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが、見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して、尋ねていった。この人は、あなた方の息子で、生まれつき盲目だとあなた方は言っている人ですか？それではどうして今見えているのですか？そこで両親は答えた。私たちはこれが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があの目を開けたのかは知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。
自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであるとするものがあれば、そのものを街道から追放すると決めていたからである。そのために彼の両親は、あれはもう大人です、あれに聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていた。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者がある などとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に埋めていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを愛した。ここの最初のところで見られるのは、イエス様は道中でその生まれつきの盲人を見られました。そこで弟子たちはその盲人についてイエス様に、彼が生まれつき盲人なのは彼の罪のせいなのですか、それともその両親の罪のせいなのですかという質問をしました。クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても、私たちはある悪いことが起こってしまうと、神様が自分たちに罰を与えているっていうように思ってしまいます。自分が小さい頃によく言われたこと、クリスチャンホームではないんですけど、よく言われたことは、何か悪いことしたら神様が天から見ておられるから悪いことしないようにしなさいっていう、おばあちゃんとお母さんがよく言われていました。もう私たちも自分自身もの行動によって、その結果っていうものが、その自分たちのその自分たち行動っていうものが自分たち行動を左右してるっていうふうに勘違いしている時がたくさんあります。そういう時にはその良い行いの結果、悪い時はその悪い行いの結果などなど、またここで分かることは、弟子たち自身もその勘違いをしていたっていうことです。生まれてからずっと目が見えないのは、きっと神様がその人の罪、または生まれつきだからその人の両親の罪が、生まれた子供にその裁きが下されたっていう。しかしイエス様はその言われたことについての、 イエス様が言った言葉に注目してください。この方の、3節の方で、神の技がこの人に現れるためですと最後の方に書いてあります。イエス様は弟子たちと私たちのその考えっていうのは間違っているって言っています。神様はその罪を必ず裁きます。しかし生まれつき目が見えないのは、その罪の結果ではなくて、その神の技がこの人に現れるためであるっていうことをイエス様は言っています。その神の技っていうものは愛の行いのことです。チャック・スミス牧師はこう言われていました。神様は正しい方で罪を裁く神であります。
しかし私たちが思っているように私たちの行動によって裁いたりはしません。もしそうであったなら、神は正しい方であるから、同じような罪を犯した人には同じその罪の報酬を与えるのではないと、与えるのではない、ないでしょうか。神様は人を裁くためではなく、人を神様に引き寄せようとしています。またヨハネの福音書の3章17節においては、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるというふうにも書いてあります。人はその行動によって裁かれている考え方というものは、聖書の方にも書いてあります。それは予武記の中です。予武記の時代まで遡っています。予武が苦しんでいた時、慰めるために訪れた友達も、何か悪いことをしたからこんなことが起きたんだよと彼をその非難しました。だから神様にその罪を告白しなさい、 無実だと言うんじゃないよ、無実な人はこんなひどいことは起こらないと言っていました。しかし予武の話を見ると、その聖書の全体的に見える機会がある中、分かることっていうのは、私たちが分かることは、予武が罪を犯したのは、ヨブが罪を犯してから神様が彼を裁いたのではなく、ヨブが失敗することを神様に証明させるためにサタンがヨブを苦しめたということです。私たちはその常にそのなぜっていう理由を探りたくなります。なぜこの人は毎月盲人なのか、なぜ神様は彼の技を行うためにこのようなことをしたのかなどなど、イエス様は神の技がこの人に現れるためというふうに3節のところで書かれてあります。まずここでなぜっていう質問から離れて、ここでイエス様は何をしたっていうところにちょっと目を向けたいと思います。イエス様はこの盲人を見られました。そして彼を癒しました。チャールズ・スパージョンという方は、人が悲しみ苦しんでいるとき、その人を責めたり、なぜこのようなことが起きたのかという理由を探すのではなく、神様の偉大な愛を示す機会であると認識するべきである、神の愛と良さを表す機会であると言っています。なぜこのような苦しみに出くわされているのかではなくて、この苦しみを神様はどうしてくれるのかというところが正しい視線だと私は思います。イエス様はその盲人の苦しみを見て、神の愛を表すためにこの世に使わされたから、この愛の技を行い、盲人の目が開かれました。重要なことをもう一つ足すと、イエス様が言われた通りにしなかったら、そのシロアムの池に行って目を洗いなさいということを、彼がそれをしなかったならば、その人の目は開かなかったということです。つばって作られた泥を目に塗られたその盲人の人は、何で頼んでもしていないのに俺の目に泥をつけるんだと怒ることもできました。しかし彼はただイエス様の指示に従って、その結果として目が開かれました。そして見えるようになったのです。イエス様の指示に対する信仰があったからこそ、このような奇跡というものが起こったのです。その続けて見ていくと、その近所の人たち、また彼を知っていた人々は、その彼の目が見えるようになったということに対して驚きました。11節によると、彼はイエスという方が泥を作って、私の目により白アムの池に行って洗いなさいと私に言われました、それで行って洗うと見えるようになりましたと彼はそう答えました。それを聞いた人々は、ではこのあなたの目を癒したイエスもどこにいるのかっていう、その居場所を知りたくて彼に問い出したけれども、しかし彼はイエスの居場所を知りませんと答えました。今の時点では、その以前盲目であった人っていうものは、ただイエス様はただの人とだけしか知っておりません。また彼がその泥を目に塗られて洗い流した時に、イエス様と弟子たちはすでにその場所から去っていったからです。彼がただ知っていたということは、その人の名前がイエスであること、
そして、まあ、彼の目が見えるようになった、彼の行いであったということだけです。するとその人々は彼をもうパリサイ人の前に連れて行きました。その理由っていうものは、イエス様がしたこと、その行いっていうものが安息日に至ったからです。ユダヤ教の教えでは安息日に仕事をしてはいけないと厳しく教えられています。その仕事をしていけないその日に、イエス様は泥を作るっていうその働きをしてしまったのです。そのことによって安息日の掟を破り、でも破ったことでなぜこの人はなお今目が見えるようになったのかっていうことを人々は知りたくなったのです。立法や神様のことをよく知っているパリサイ人にその人を連れて行ったのです。皆さんマジックショーとか見たことありますか？手品とかカードの手品とか見たことがあって、なんかすごい驚きのようなことが起きますよね。テレビを見ている時でも、なんかそのミスターマジックとかそのセロっていうの手品師とかがその中水魚がいるのやつ、水槽の中にそのカードを投げると、そのカードが水槽の中にいるっていう、でその不思議な現象とかを起こしてくれます。私たちはそれを見ると、やっぱりどういうことが起きて、なんでそれがありえるんだろうっていうふうに知りたくなりますよね。それと同じでここの人々も、以前生まれつき盲人であったのに攻撃をして、なんで今あなた目が見えるんだ、なんでそういうことが起きたのかっていうことを知りたくなったのです。そこでパリサイ人もまた彼に、彼がどのようにして目が開かれたのかっていうことに尋ねました。すると彼は、あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました、私は今見えるのですと、今15節の方で言っています。それを聞いたパリサイ人の中では、安息日を守らないのは亀から出たものではないと言ったり、罪人であるのにどうしてこのような印を行うことができようと混乱する人々もいました。イエスのたった一つの行いによってその分裂が起きました。興味深いことに、イエス様の働きには必ず分裂が起こります。それはイエス様を信じる者とイエス様を信じない者っていう、その二つの方に分かれてしまいます。そこでパリサイ人は目が開かれた人に、ではあなたは彼自身が誰なのかっていうことを、誰だと思うというのを聞きました。すると彼は、あの方は預言者ですと17節で答えています。最初は彼はただイエス様のことをただの一人の人だけ、人として認識していたものが、彼が徐々に彼が癒されたその行いのこと、ただ行った他人のことを繰り返して言うことによって、イエス様のそのイメージっていうものが変わっていったことがここで分かります。ただの人だった人としてのイエス様が、今は預言者に変わったのです。でもそのことを言ったことに関わらず、そのユダヤ人たちは彼が最初から盲人ではないっていう結果を出しました。信じたくないと思っているです。私たちの心っていうものは興味深いものだと思います。真実が目の前に出されているのに、私たちはそれを認めたくないとか、それを信じないとか、その変なプライドっていうものが生じ、それから目をそらしてしまいます。時にはそれが自分自身の思っていたことは間違っていないということを証明するためなのという、その負けたくないというそのプライドのその範囲なのです。そこでパリサイ人たちも、そのプライドによって、彼は以前からその目が見えていたっていうことから目を離しました。なぜならば、イエス様自身が彼を癒したのが安息日であったからです。安息日に奇跡など起こらない。なぜならば、働きをしていけないからだと、そういう思いをしていたからです。その真実から目をそらし、そして両親のところに行って、その本当は彼は目が見えていないということを確かめてきました。あともう一つ、私がちょっと思ったことっていうのは、そのパリサイ人とユダヤ人たちがその両親を訪ねたっていうその理由っていうものも、ある意味その
ドッキリ大作戦みたいな、その両親も仕掛け人だと思っていたからではないかと思います。しかしこの19節を見てみると、この人はあなた方の息子で生まれつき盲目だったとあなた方は言っている人ですか、それではどうして今見えるんですかっていう、その口調っていうものがとてもきついものなので、その両親たちも本当に仕掛けている人なのかみたいな感じに言っていると私は思いました。しかしその両親たちは、はい、普通にそのこの人は私たちの息子であります、また生まれつき盲人であるのも確かにありますと言いました。しかし街道から追い出されることを恐れていたため、そのなぜという理由からは答えを出さずに、あれはもう大人です、早に聞いてくださいということを言いました。そこでパリサイ人はまた彼に、どのようにしてあなたの目が見えるようになったのかとおっしゃらされて、また二度聞きました。でここで使われている神に栄光を期しなさいっていう24節の言葉なんですけれども、この言葉っていうのはよく旧約聖書で使われていた言葉です。それは今あなたは神の前にいるみたいに、何一つ隠さずに真実を語りなさいっていう意味なのです。なのでそのパリサイ人たちは、以前盲目であった人の証言は彼が全てのことを言い出してはいないと主張したのです。パリサイ人たちはイエス様が安息日の掟を破ったことで、イエス様は罪人であるということを決めました。その判決によって、イエス様という人が生まれつき盲人の目を開かれたっていう、その奇跡を行ったことを完全に否定しようとしていたのです。そこで彼は、あの方が罪人なのかは私は知りません、ただ一つのことだけ知っています、私は盲目であったのに今は見えることです。彼はまだイエス様のことを完全に知っていなかった。でも彼が知っていたというのは、イエス様が彼の人生に触れたということです。その瞬間に、あるいはすでにその反論の余地もない、その論拠になってなったのです。イエス様が彼の人生に行った働きに反応することはもうできなかったのです。私たちの信仰は個人的な経験に基づいているのではありません。聖書によって明らかにされている神の真実に基づいているものなのです。しかしその上に、私たちの人生で神様の働きを実感できるっていうことは、私たち自身の信仰とまた周りの人々の信仰を詰めてくれます。しかし自分自身の信仰と周りの人々の信仰を強めてくれるという追加として、神様の働きを人生の中で実感するということもまた重要になるのです。もう一度最後の27節から38節をお見せいたします。彼は答えた、もうお話にしたのですがあなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお分けになったのです。神は罪人の言うことは聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのになかったら何もできないはずです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼
針を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。パリサイ人は真実を認めたくないゆえに、何度も何度も彼に同じ質問をしました。多分それで対して、その以前盲人であった人は多分イラついて、もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれません。なぜもう一度聞こうとするのですか？あなた方もあの方の弟子になりたいのですか？というふうに反応しました。すると、パリサイ人は、お前もあの弟子だと、私たちはモーセの弟子であるということを主張しました。パリサイ人が信じていたものっていうのは、このモーセの律法です。彼らは神様がモーセと語り、モーセの律法が正しいものであるということを固く信じていました。しかし彼らがイエス様を信じない理由っていうものは、イエス様が誰なのか、またどこから来たのか知らないからであったのです。まあ、彼らの言い分も確かです。イエス様がどこから来たのか彼らは知らなかった。まあ、なぜ彼を信じることができるかという。それで彼らはそのモーセの律法とそれを固く守ることだけにしか物事を見ていなかったのです。しかし私たちは聖書全体を持っていて、イエス様の言葉は記録されている言葉を見ることができます。イエス様の働きが神そのものから来ているっていうことっていうのを私たちは知っています。それはヨハネの福音書5章の36節に書いてあります。しかし私はヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わしたことを証言しているんですと、イエス様は言われました。イエス様が語られた言葉通りに、この人の目が見えるようになったのも、この人の目が見えるようになりました。人はこの人も、この方で、これは驚きました。あの方は、彼の、あなた方は彼がどこから来られたのかご存じないという。しかし、彼は私の目をお開けになったのです。盲人に生まれついた者の目を開けたものがあるなとは昔から聞いたこともありません。もし彼が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。ということを30節、32節と33節に言っています。この人の目が開かれたのは、何度も彼がどのように目が開かれたのかと聞かれた中、イエス様のイメージっていうものが、最初は人だったものから、じゃあ預言者から今は神から出ておられる方っていうことにまとまってきました。しかしその結果によって、彼はその街道から追い出されてしまいました。この世はイエス様を嫌っています。イエス様をと信じるだけであらゆるものが私たちに敵対してきます。ヨハネ15章19節によると、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。出てます。すると、なんとイエス様は彼が追放されたことを聞いて、彼を見つけ出しに行きました。そして彼にイエス様はその盲人の人に、あなたは人の子を信じますかということを聞きました。そしてその以前盲人であった方は、主よ、その方はどなたでしょうか、私がその方を信じることができますようにと。それでイエス様は、あなたはその方を見ましていたのです。あなたと話しているのがそれですと言われ、彼は信じイエス様を愛しました。というのが今回の、聖書の話なんですけれども、今回のその見た箇所の内容で、
皆さんにぜひ覚えていただいて、覚えていただいてほしいっていうものは、この盲人の方ではなくて、イエス様の働きなのです。まずはじめにイエス様は、その盲人の、生まれつき盲人の方を見ました。次にイエス様は、神の技を行い、彼の目を開きました。でも目が癒された方は見えるようになったけれども、ある意味その試練に出会いました。しかしその試練の中、イエス様が彼を見つけ出し、そしてイエス様を彼は受け入れたの、彼はイエス様を受け入れたのです。神様は私たちを作られました、創造しました。でも罪というものが私たちを神様から引き離しています。神様はその罪が永遠に神自身から離れる結果をもたらすということを知っていたからこそ、人を救う計画を立てました。それは私たちを愛したゆえです。それで神様は彼自身の御子イエスをこの世に送り、私たちの罪の罰が彼が私たちの代わりに受けることによって私たちが救われました、救われたのです。でもその計画の中には、イエス様の贖いの働きを信じることによって永遠の命が与えられるのです。神様の救いの計画っていうものは、ある意味私たちにその無償のプレゼントが与えられているのと同じなのです。しかしそれを受け取るのか受け取らないのか、私たち自身の選択肢なのです。皆さん、誕生日会に行ったことありますか？誕生日会にその誕生日の人にプレゼントを持っていきますよね。その方はそれを受け入れて喜んでそれを開けます。イエス様もその人の方の誕生日会に行きます。そしてその永遠の命っていう誕生日プレゼントを持っていくんですけれども、その誕生日の人はそれを受け入れるか、それを否定するのかっていうことができようと同じなのです。私はこの誕生日会にあなたプレゼントを受け入れない、あと永遠の命を受け取らない、それか分かりました、ありがとうございますと言ってその永遠の命を受け取る、それが私たち自身の与えられている選択肢なのです。でもこの世にいる限り、この世はイエス様を信じる者を憎んでいるからこそ、私たちが呼ぶみたいにイエス様を否定するように仕掛けてきます。それが試練なのです。その試練の中、私たちがめげずにイエス様を信じることによって、イエス様自身が私たちを探し出し、私たちと会ってくれて、信仰を強めてくれます。今回のその盲人のように。皆さんはもうすでにイエス様と会っていますか？イエス様っていう名前、また聖書っていう言葉を聞いたこともあると思います。イエス様を証言する聖書が皆さんの心に語りかけているかもしれません。あなたは人の子を信じますか？皆さんどうか第二コリント人の6章に開いてください。第二コリント人の6章の1節と2節をお願いします。第2コリント人の手紙6章1節と2節。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。それか皆さんはすでにイエス様に会っているかもしれません。イエス様を信じているかもしれません。そうであれば、皆さんはイエス様が約束されているその永遠の命っていうものはもうすでに保証されています。エペソ1章13節と14節にもこう書かれてあります。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊を持って証印を押されました。
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたえられるためです。しかし、皆さんがイエス様を信じている限り、あなたは信仰をまた奪い取ろうと、この世は企みます。そんな時、先ほどのヨハネの9章の話を思い出してみてください。どんな辛い時でも、イエス様は皆さんのことを忘れてしまう。信じなければよかったっていうことも思う時もあると思います。で、その疑いは全てなくして、イエス様が先ほどの盲人のように会ってくれるっていうことを期待してください。イエス様は皆さんのことを常に思っているのです。みんなのことを思っているからこそ、先ほどの盲人も彼自身、イエス様自身が見つけに行ったのです。そのイエス様と会うことによって、私たち自身の信仰というものが強められるのです。では最後にイザヤ書の41章に皆さん、開いてください。イザヤ書41章の8節から10節をお願いします。イザヤ書41章8節から10節。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。それは皆さんのことを神様が非常に愛しているからです。ではお願いします。天の神様、ここにあなたが私たちのために聖書を与えてくださったことを本当に感謝いたします。この聖書のあなたの言葉を通して、このようにあなたがあなたの御子主イエスキリストを送ってください、その愛っていうものが見られ、愛のゆえに私たちの代わりに十字架にかかってあなたが死なれたということは本当に示されています。書道家このようは先ほど言ったように私たちを憎んでいます。私たちがあなたを信じるなと言いかけてきます。その私たちが嵐の中にいる中でも、時には辛い時だから、時には本当に辛くて立ち上がることさえできません。でも主よ、あなたは私たちにその救いの手を差し伸ばしさせて、そして私があなたと共にいるっていうその言葉を言ってくれます。本当にあなたのこの私たちの想像を超える愛を感謝いたします。主よ、どうかこの一人一人にまたあなたに対してその愛っていうものをまたリフレッシュして、あなたの聖霊の恵みに今日一日満たされることを祈ります。どうか。